オカルト公明党の腐敗目に余ります。昔は消費税の重圧から庶民を守りました。今はどうです？遠山清彦はキャバレーで女狂い、金融庁斡旋で不当な金を取っていた。自民と犯罪の大阪維新にそそのかされ、憲法の改憲の汚者希望、とことんまで汚れ切った創価学会、カルトの公明党、ネトウヨの安倍晋三、くだらないにも程がある。公明党は自民党と犯罪の大阪維新と決別すべきでは。大事であります。言葉尻で捉えて後退したとか前進したとか、そういう決めつけはやめなさい。